どうも、チーズネガイバズです。おいしい、新宿取れたて自然チョコバナナというわけでですね、今回まずライビデオ仰天シリーズでございます。というわけでですね、世界情勢に詳しいミスター関を呼んでいます。うわよろしくお願いします。なあ、全然いやー、ミスター関、酒の匂いがする。完熟じゃねえか。今回の仰天シリーズは、今なお若者の間で頻繁に起こる世間を騒がせる大事件、過去にもホームレスを狩猟するホームレス狩りが横行してるのね。というわけでですね、今回そのホームレス狩りについて触れていきたいと思います。1983年2月5日午後10時頃に、横浜市中区の山下公園で寝ていた浮浪者である S さん、当時60歳が突然少年に襲われるという事件が発生するのよ。 S さんはスコップでひどい暴行を受けた上にゴミカゴに投げ込まれ、そのまま放置されたので、ね、V 破壊すんだよ。モンスターみたいに言うな。そして通行人によって S さんは発見され搬送されるけども、肋骨4本を骨折し、内臓破裂で事件から2日後に病院で亡くなってしまったね。 S コス師匠誰がいるんだ。いじめんなよ。そして実は少年らは S さんを襲う以前の前年12月から横浜スタジアム周辺でもホームレス狩りを行っており、同じく寝ていた9人の浮浪者を襲撃して重軽傷を負わせていたのね。事件を起こしたのは、横浜市川崎市周辺に住む14から16歳までの中高生や無職の少年たちで、彼らは1982年12月頃にゲームセンターで知り合っていたのよ。そして S さんらの襲撃事件から約1週間後の2月12日に、10人の少年たちが傷害致死の疑いで逮捕されるのね。何より恐ろしいのが、彼らの犯行動機と反省の色のなさだったのよ。浮浪者が逃げ惑う姿が面白かった。退屈しのぎに浮浪者狩りを始めた。暇だったから喧嘩の練習台として使った。という理由だけで S さんを殺すまでに至ってるのよ。さすがハンター。自給だろ。もはや開き直って、小敷なんて生きていても汚いだけでしょうがないでしょ。こいつら殴ったぐらいでなぜこんなに騒ぐんです、本当はみんな小敷が減って喜んでるくせに、と供述して、反省の色は微塵も見せなかったね。使えるかわからないけど、使えるわけねえ。そして事件は、一人の少年が同級生の友達に、風太郎狩りって金がかからない上にスリルがあって面白いと自慢げに話し、驚いた友達が自身の母親に話し、母親が中学生の両親に伝えたことで発覚したの。そして10人の少年は全員が補導歴があり、その大半は片親や離婚、再婚経験があるなど、決して恵まれた家庭環境ではなかった。貧乏な。おめえのことじゃねえか。そして変な言い方だけども、よくいるタイプの不良と似た境遇と言える。しかし当然理由にも言い訳にもならない。そして1983年3月30日、横浜家庭裁判所は9人を少年院に送致し、1人を救護院に送致する保護処分を下したため、この事件は一応決着がついたけども、事件の発覚後、数体のホームレスの遺体が公園内に遺棄されたこともあり、被害者数はもっといたのではないかとされている。まあねえ、最後ぐらいさ、うまい飯作ってやって食わしてやるよ。いや、最後ぐらいじゃねえよ、殺しちゃダメなんですよ。殺そうとすんだよ。何より若い視聴者からしたら、平成を飛んで昭和の昔話でしょうと思うかもしれないけども、未成年のホームレス狩り自体はなくなっていないのよ。一応数自体は各自治体の対策強化のおかげでか、ここ10年でおよそ 70% も減少はしてるのよ。そして嫌がらせやいたずら程度でなく、2020年には岐阜市の路上でホームレスの80代の男性が襲撃されて死亡した事件が起こったのね。死因は透析による脳挫傷と急性硬膜下血腫だったのよ。ペイントボール投げるな。千里眼でいけよ。それも会社員3人、傷害致死の疑いで硬式野球部の大学生2人、この5人はいずれも19歳と未成年だったのね。逮捕後の供述もひどいもので、怒った被害者をからかったり逃げたりするのが楽しくなったとのことなんです。最近ね、まだなんかブレイキングダウンごっこがね、巷で流行ってるらしいんだよ。危険ですね。みんななんかもう猫パンチ、ワンパンじゃねえかよ。そして通報される不安もあったけども、怪我をさせるつもりはなかったし、ちょっとの間なら警察に見つからないと思ったとも説明してるのよ。そしてその年の11月にも、都内渋谷区幡ヶ谷のバス停にて路上生活をしていた女性が石が入ったポリ袋で頭を殴られて死亡した事件などがあるのよ。我々も少なからずホームレスの人々に対して怠惰、努力不足といったイメージを抱いて見下したり、差別意識を持つ者もいるのね。病気や障害、高齢など本人の能力ではいかんともしがたい理由で働けない状況が昨今の状況下でより強くなってるんだよ。だから
なんだよ、オブラート包めよ。ましてや誰でも失業や就職など収入の低下などでホームレスになる可能性もあるのだから、彼らを笑うことはできないよね。自分たちとは違う人を排除しようとする、こういったことが偏見や差別につながっているんだよ。あのね、アマゾンでメリケンサック買えるから、もっと言った方がいい。金ねえんだよ。